皆さん、プリベット、こんにちは。ナイストです。元気ですか？今日はまた歴史の話です。イエーイ。で、前回は私は本能寺の変について動画を出しました。そして多くの反響をいただきました。多くのコメントいただいて嬉しかったです。ありがとうございます。もしまだ見てない方がいれば、ぜひ見てみてください。さて、今回は本能寺の変の後に関連して明智光秀について話します。まさに大河ドラマの麒麟が来るの主人公ですね。いや、でも日本で見たかったんですよ。見たかったけど見れなかった。残念。しょうがない。明智光秀といえばとても優秀な戦略家でしたね。織田家家臣団でも筆頭と言われるほどでしたね。一方で三日天下と呼ばれる言葉もありますね。これは本能寺の変で天下人信長を倒して、でわずか十数日後秀吉に敗れて、で天下が終わってしまったということから出てきた言葉ですね。まあ実際は本能寺の変は6月2日に起きて、でそして11日後の6月の13日に秀吉との戦いで負けてしまって、その日の深夜に命を落としてしまいますね。まあだから3日ではないんですけど、さすがにでも短かったですね。さて、今回はなんで優秀であった光秀が3日天下で終わってしまったか、そしてどうしていれば3日天下で終わらずに済んだか考察していきたいと思います。ではまず優秀な光秀が3日天下で終わってしまったかですね。まずは秀吉が戻ってくるのは早すぎたですね。いわゆる中国大返しということですね。約10日間で230キロくらい走破したと言われていますね。ということは1日平均20、30km になりますよね。でそして武器や鎧とかも多分身につけていたのだと思いますね。はあ、いや、どんなに散歩が好きなロシア人でもそれはちょっと厳しいですね。 30km に、20km でもね、1日すごいんですね。次に思ったより仲間が集まらなかったことですね。秀吉と光秀の戦いでは秀吉軍は4万人、そして光秀軍は1万人ちょっとだったらしいんですね。これではいくら秀吉軍が疲れていたとしても数の力で勝てなかったんですね。これは光秀が味方集めに失敗したからだと思いますね。光秀の親族にあたる細川氏や筒井氏でさえ味方にならなかったんですね。続いて、どうしていれば3日天下で終わらずに済んだかですね。なぜ3日天下になってしまったのか、では秀吉帰ってくる早すぎたと味方詰めに失敗と挙げましたね。これらを防ぐにはどうしたらよかったでしょうね。じゃあまずは秀吉帰ってくるの早すぎたを防ぐにはどうしたらよかったんですね。秀吉もとても優秀だったので常に万が一を考えていたと思いますね。万が一信長に何かあったらと考えて準備していたと思いますね。光秀ができたとすれば秀吉が信長に何かあったと知るのを怒らせることだったでしょうね。あとは直後から秀吉が撤退できないように事前に森家に説明できていれば時間稼ぎができたかもしれないんですね。はい、次は味方詰めに失敗を防ぐにはどうしたらよかったでしょうね。細川氏も筒井氏も他の人たちも一番最初の方は見定めていたと思いますね。まず信長の遺体がなかったことから本当に信長が命を落としたのかという疑問だったと思いますね。で秀吉がかなりの軍勢を連れて戻ってきてるのを耳に入っていて、秀吉が勝つか光秀が勝つかこの人はどう動くかってみんな見定めていたと思いますね。なので秀吉の戻りを少しでも遅らせることができていたら光秀に味方していなかった武将は仲間になり兵力差を埋めることができたかもしれないんですね。あとは事前に根回しができていたら味方になってくれていたかもしれないんですね。私は光秀突発説を信じているので本能寺の変時点で森家に対しても他の周辺の武将に対しても用意周到な根回しをすることさえできていなかったのだと思いますね。やっぱり突発説は正しいのかな、わからないけどまあ真相は闇の中ですね。はい、皆さん、ということで今日は明智光秀について
お話ししました。最後まで見ていただきありがとうございました。動画少しでも気に入ったら高評価とチャンネル登録お願いします。じゃあまた会いましょう。パカパカ、いい一日になるように。